おさん聞いてくれる？高校サッカー選手権が今年100回目。高校サッカーってね、本当面白いんですよ。でも誰も聞いてくれないから、ちょっとおさん一人で喋るから聞いてくれる？この私の伝えたいこの思いを聞いてくれるかな。そもそも高校サッカーと私の出会いっていうのが、学生時代、小学4年生だったかな、島原商業と帝京高校が、いやー、黒田さんが嬉しそうだったな、あの時の監督インタビュー、初めて県勢として国立を決めた。高校サッカーの持つ力ってすごいなと。アナウンサーになったまま1年足らずでしたけど、本当に私の原点というか、思い出すだけで本当にすごいなと。77回大会、私の高校サッカーのスタート、いやー忘れられないですね。ね、おっさん、高校サッカーってええやろ？最高やで。聞いてる？まだまだあるよ。もっと聞いてよ。誰も聞いてくれないから。ね。伝えたいこの思い。で、その滝川第二高校が77回大会で県勢初めて。シュート決まりました。前半8分。先制点は滝川第二。